皆さんこんにちは。レック専任講座の友嗣です。さて、今回はこちらです。はい、えー友嗣昌宏の卓建師オールインワン攻略講座、えー、こちらについての講座説明をさせていただきたいと思います。さあ、こちらの講座なんですけれども、はいまあ、どういう講座なんですか？って言ったらばですね。まあ、一言で言うと、もうここに書いてあることが全てです。合格に必要な全てをワンパック。この中に全部。 ね、詰め込みましたというですね、まあ、そういう講座になっておりますでこれ毎年毎年ですねはい、えー、行っておりますけれども実は昨年まではですねタイトル違っていたんです、えー、タイトルがですね「デルモン攻略講座」っていう講座だったんですけれども はいまあねあのー、もう全てをワンパックにしてるぞっていうところをですね更、まあ、に言いたくてですねまあちょっと今年から、えー、タイトル変えましてオールインワン攻略講座まあ基本的なコンセプトとその他はですね、えー、去年までの「デルモン攻略講座」を踏襲しておりますのでまあ大体、えー、内容的にはそんなに変わらないんですけれども。 はい、まあ、ちょっとタイトルだけね、えー、今年から変えてみまましたという形になりますでこれはどういう講座なんですかって話なんですけども本当に、えー、合格に必要な全てをワンパックにしたっていうことなんですけどもさあ、えー、こちらですね、えー、全部で4回、えー、ありますということなんですけれどもさあまずですねここ何かというとですねまあ、ここのところに載ってるんですけど例えば覚えたんだけども点数にならないはい。 こういう悩みってありませんか覚えたんだけども点数にならないこれってなんででしょうって話なんですまずま考えられる理由はいくつかありますで考えられる理由はいくつかあるんでその理由をですねもう一つ一つ潰していこうよっていうですねそういう発想の講座になってますはい例えばですねはいもう覚えたはいいんだけどもいや似たのがあるんで混乱しちゃうんです ね似たのがあると混乱してしまいますよねはい。これがですねやっぱりね、えー、知識が出てこないっていうことの一つの原因になっていきますで具体的にどういう状況なんですかっていうのがわからないとまあなかなかね、えー、あそういうことかっていうのはわからないと思うんでちょっとね具体的に問題を用意してまいりましたさあ、えー、今回こちらの問題ちょっと見てみましょうかはい国土利用計画法の問題でございますさあご覧ください はい、国土利用計画法に関する次の記述のうち正しいものはどれでしょうかという問題ですはい D が所有する都市計画法第5条2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000平方メートルの土地について E に売却する契約を締結しましたさあ E は事後届出をする必要があるでしょうかないでしょうかっていう問題ですねはいこれってあれですよねの25001万ありましたねはい国土利用計画法は25001万でしたさあそれでは伺います 準都市計画区域ですはい準都市計画区域ですさあ問題です2000ですか5000ですか1万ですかどれですかそう結構ですね200050001万これは結構覚えてくださってる人多いんですけれどもどこが2000でどこが5000でどこが1万ですかって言われるとうーんっていう風になってしまう方多いんですよねはい さあ考えてみてくださいこれ7000平方メートルだそうですとするならばもしね準都市計画域が5000のところにあるんだったらこの問題は丸ですよはい準都市計画域が1万のところにあるんだったらこの問題はバツですよっていう話になりますよねそうこれねえ丸バツ変わっちゃうんですよさあどっちでしょうって言った時に皆さん覚えてますかこちらです 開発許可で13001万ってありますよねあれとごっちゃになってしまっている方が多いんですよはいでですね考えてみてください市街化区域はまあ開発許可が13001万の千のところです はい国土法も250の2のところです。で、ねえー、ミニマムのところにありますよね。まあ市街化調整区域はちょっとこっちが特殊だからなんとなくわかると思うんですけどもね非線引き区域って開発許可だと300013001万の真ん中のところです。国土利用計画は2505の,のところです。真ん中のところです。そしてちょっと順とし飛ばしますけども都市計画区域外だとするとそう13001万の1万のところ。ということなんで、えー、マックスのところにありますよねどちらも。 問題は準都市計画区域なんですよ開発許可の場合は13001万の3000真ん中のところなんですよそれに対してはい国土利用計画法だと250の10の方なんですつまり今何の問題解いてるんですか 国土利用計画法の問題解いてますよね国土利用計画法の問題解いてますよねということはそうこっちを使うわけですから2・5・10の10の方なんです準都市計画区域は1万平方メートル以上で事後届出が必要なんですということは7000平方メートルであれば事後届では必要ないということになりますということなんですねはい さあまあねこれ国土利用計画法として勉強してると250「250」「250」って言ってで意外とこれね覚えてるもんなんなですよえこっちはこうするとねああ市街化に2000市街化調整と非線域が5000純都市と都市計画域が1番だっていうふうになってくるんですけどもこれだけ勉強してるとですそうつまり国土利用計画法の勉強だけをやってるとよし今日は国土利用計画法をやろうっていうふうに勉強してるとまあ意外とできるんです。 え、でも例えば模試とかだと国土利用計画も出るし開発局の問題も出るんですえ、両方とも同じ時間に解かなければいけないんですそうすると混乱しちゃうんですそうってことは普段から混乱してもいいように比較でちゃんと見ておく必要ってありませんかっていうことになるわけですそうつまりはい知識が出てこない理由の一つ目それは何かというとそう混乱してしまうんです似たようなものがあった時にはい これ困りますよねさあそしてもう一つはいそうこういうね、えー、苦手パターンもあるんですね。まあこれもね何を言ってるのかって話になってくると思うのでまあちょっとこれも問題を用意させていただきました。はいこんな感じの問題が出てきた時どうですかって話です。はいいきますよ。 えー、自らが所有している高土地を有効利用したい A と、まあ、同土地上で事業を行いたい B との間の契約に関する次の記述のうち、えー、民法及び借地借法の規定によれば、まあ、誤ってるものはどれかっていうところで、まあ、選択肢の1個だけを持ってきたのでまあね、えー、これの丸か×かだけ見てもらえばいいんですけれども高、はい、土地につき小売業を行うという B の計画に対し借地借家法が定める要件に従えば高土地の賃貸借契約締結によってもまたは高土地上に A が建物を建築しその建物を ついて A、B 間で賃貸借契約を締結することによっても A は20年後に賃貸借契約を更新させずに終了させることができるマルかばつかっていう問題ですね。はい。さあこれをあできるねとかあ無理だねとかってもうすぐにポンポンというふうに判定できるかどうかっていうところがやっぱり問われてるわけですよ。まあ、ちなみに答えから言うと答え丸なんですけどね。できるんです。はい。まあ問題はですね今回いいですか。 20年後にいいですか20年後に更新させずに終了させるというこの条件を満たせるかどうかにかかってるわけですよね。はいさあそれではちょっと考えてみてください。まず高土地の賃貸借契約締結によるさあ土地を借りるということになります。 土地を借りるということになるとまあ頭の中であこれは借地の問題なんだなっていうところがお分かりいただけますか、うん、これ借地の問題だそ、はい、そうなるとそうななるるとと 借地の問題でいくと20年後に更新させずに終了ってまあちょっと一見すると難しそうに見えますよねなんでですかって言ったら借地着火法の借地考えてみてください最低何年でしたっけそうです30年ですってことは20年で終わらせるってなかなか難しいですよねただあるものを使えばできるんですそれは何でしたそう事業用定期借地権です 事業用定期借地権を使えばこれってできますよねそう20年後にはい更新させずに終了するはい事業用定期借地権使えばいけるんじゃないんですかこれっていうことに気づけますかって話ですよねでしかもはい 小売業を行うという B の計画に対しうんぬんかんぬんと言ってるわけですからまあ居住用じゃないんだろうなじゃあ大丈夫だろうなっていうその判断はいじゃあ次ですこちらです高土地上に A が建物を建築しその建物について AB 間で賃貸借契約を締結することによってという風うにありますこれはどうですかってことですよね今度は土地の上に建物をね A さんに建ててもらってその建物を 借りようとしてるわけですよねってことは今度は借家で考えてみようよって話ですはい借家で考えてみようよでもそう、まあ20年っていうのはねまあ、えー、借家の場合はまあ問題なくいけそうですけども問題はこれですよね更新させずに終了これをやるためにはどうなんですかって話ですよねそうこれ定期借家でいけませんか 定期,定期着火でいけば更新させずに終了させることっていけるじゃないですか。ってことはこちらの赤のパターンであれ青のパターンであれどちらでも、OK、だってことになりますよねはいでもまあもちろんねその事業用定期借地権の場合はね公正証書でやってくれとかね定期着火の場合は書面でねやってくれとかまあそういったねはい。 釈迦法が定める要件っていうのはありますそれに従う必要はありますけどねでもそれに従いさえすればできますよねということはこの問題は丸なんですさあ皆さん今私結構ガイドしながらやったのではいああああ,あ,あつって思い出しながらできたと思いますけども残念ながら試験会場に私はいませんそう つまりこの、ねえー、文字だけを見た瞬間にそうこの色も塗られていない状態であなたが自分の頭でまず20年後更新撮影終了まずここに着目しないといけないそしてそれができるのかどうか借地でやろうとしてるこれ借家でやろうとしてるここに気づかないといけないで借地の場合は最低30年だなって気づかないといけないでも事業予定期着地券だったらいけるんだなって気づかないといけない。 あ、これも更新撮影終了ってのは適切化だったら大丈夫そうだなって気づかないといけないんですけれども、皆さん、今お気づきになったことがあると思います。そう、ここで要求されている知識はすべて基本知識だってことなんです。そう、この知識自体はほとんどの方がね、勉強、まあ、ある程度ね、えー、ちゃんとやってるっていう方であれば、しっかり入っている知識だと思うんですよね。それが。 瞬時にに出てててくくるるんででですすかっっ話なわけここで怖いのは例えばこれが模擬試験で出たとしますよね模擬試験で出てこれがわからないと思ってはいあとで回答解説見てみて。 ああなるほど事業用定期借金でできるんだああなるほど定期借金でできるんだよし事業用定期借金の復習しようよし定期借金の復習しよう何の解決にもならないんですなぜならその知識は持ってるからです持ってるけれども出てこなかったんですだったら出てくるためのトレーニングをしておかないとダメなんじゃないんですかって話になりますよねそうこういうような思考力を求める問題に対してどうアプローチを取っていくのか これがやっぱり大事になってくるんですよねそれは当然のことながらこういうアプローチ法を知らなかったら基礎知識を覚えたなのに点数が取れないになってきますよねそう実は何かって言ったらば合格に必要な知識って本当に基礎知識をちゃんと入れておけばいいんですよただそれがちゃんと目の前の問題で皆さんがちゃんと出てくるかどうかっていうのってやっぱりトレーニングだと思うんですそう ねえー、これ普段からトレーニングしない人間が本番でいきなりできるわけがないじゃないですかどう考えても。っていうことはそれをトレーニングすするる場っっっててて必要だと思いいませんかっていう話になってくるんですでそれをトレーニングしようよっていうのがこの、ね、8月299月5日、ね、1219というですねまあもちろん、えー、通信ズームもございます。 dvd、はいえーね、もございます、はい、でしかもこれ同じね「Zoom、えー」まあ、って書いてあるからわかるとおりこの4回でやりたいのは何かというとそうこういう基礎知識が入っているかどうかっていうところではなくてこの基礎知識が入っていたとしてもそれを使える形になっているかどうかっていうところをこの4回 考えるトレーニングを一緒にやっていきましょうよっていうのがこのオールインワン攻略講座のこの4回の目的になります。なので、まあ、ここねちょっと去年のテキスト持ってきました先ほども言いました通り去年はデルモン攻略講座って名前だったんでねはい、まあ、こんな感じでね問題をこうね、えー、解いていきますよって、まあ、これ去年のテキストですからちょっと問題を差し替えたりしますけれどもはいこういう感じでね、えー、問題を解きながらそうだから 単なる知識問題じゃない問題っていうものをね、えー、結構ね、織り交ぜながらやっていきたいという風に思っておりますはいで、あとはね、あのもう知識じゃ単なる知識じゃないよっていう問題のもう最たる例がこういう判決文問題とかですよねまあこういうのもちゃんとトレーニングしておかないとやっぱりね、いきなりやろうってしてもなかなか難しいということになりますのでやっぱりこういうところをしっかりとねトレーニングしていきましょうってことになるわけですはい、で、あとはですね、やっぱり 気になるところとしては法改正ですよねはい、えー、法改正とかもですね、えー、しっかりやっていきましょうっていうですねまあ、そういうところになっていきますはい。でもちょっと待ってくださいまあ、法改正ねそれから基礎知識が身についていてそのプラスアルファを、ね、どうやってやっていくのかそれは分かりましたでもちょっと待ってください基礎知識が入ってない、えー、私はまだ基礎知識が入ってないじゃあ合格に必要な全てじゃないじゃないですか、ねえー、そう 基礎知識はどうやって入れていけばいいんですか皆さんご覧くださいこれ、えー、テキスト熱いと思いません結構これね全部で何ページあるのかっていうとですね、えー、なんと、えー、227ページあるわけですねはい、えー、付録充実しております はいまずですねこちら、えー、結構毎年ね受講生に好評なんです「重要数字コレクション」というですね、えー、これ付録になっておりまして、ねまあ、ドリルみたいなもんですね、はいえー、こうやってね、えー、穴埋めのドリルみたいな感じのやってですね、はいえー、重要な数字をちゃんとね覚えてるかどうかっていう確認に使えますよっていうですねこういう付録も入っております、はい、であとはですね、まあえー、重要事項説明なんかはねあのなかなかねこうにらめっこしても覚えられないということで はいまあ過去問をね、えー、こう項目別にまとめたね一問一答集なんかも付録でつけておりますしはいあとはね、えー、こちらです全範囲のねオリジナルまとめですねはい、えー、まとめのね、えー、ところもありますので基礎知識とかはこういうまとめのところで、えー、入れていくという感じになりますなのでそうこれ実は、えー、このオールインワン攻略講座は講義と付録と ね、ダブルこうっていうんとううになっていますもう本当に200ページを超えるような、ねえー、レジュメとかなかなかないですよ。えー、というですねはいそんな感じでねなので基礎知識は付録で入れていきましょうそして、はいねえー、思考力は講義で鍛えていきましょうそして全てが入っていますということでオールインワン高齢講座ということで、はいえー、こちら。 ね、ぜひですねご検討の方お願いいたしますということでそれではですねまあ大体ねこんな感じの内容だということはご理解いただけたと思いますので是非是非ですね、まあ、今度は、はいまあ、オールインワン、えー、攻略講座の、ね、生講義、えーね、新宿エルタワー本校、まあ、ちょっと生クラスはね、えー、定員に達した場合には純生クラスといってねまああのこう私が講義しているのとそれをまあ別の ね、教室に飛ばしてね、えー、やっていくという純生クラスなんてものもありますと。であとはズームですね。 はい、これももうご自宅で受けられますので、はい、もう新宿来られないよって言っても新宿の講義をそのままですねズームで流しますので、まあ、全国どこにいても、ね、ご自宅で、はいえー、こちらの講義受けられます、はい、あとはですね、まあ、この時間がちょっと厳しいよっていう人はね通信ですねウェブ DVD のフォローもございますので、まあ、いろんな形でね、えー、受講できますのでぜひですねこちらのオールインワンコレ講座の方で皆さんとお目にかかるのを楽しみにしておりますそれではですね、えー、短い時間ではございましたけれども最後まで でご視聴いただきましてありがとうございましたそれではまたね、えー、こちらのオールインワン講座の方でお会いできるのを楽しみにしておりますそれでは皆さんありがとうございました